ところに白い格闘家と赤い格闘家がいました。まさか俺たちで絵本を作るつもりか。最後は赤い方が勝つようにしてくれよエステル。美女軍団やっちゃうんだから。美女軍団いい感じですね。美少女軍団って言われたら危なかったわ。兄弟愛をテーマに絵本を作りたいんですけど。もう一度言ってみろ。ですね。オチは切り合いになる。やめとけよエステル。お二人の活躍を絵本にしていいです？極秘の作戦を記録として残さないでほしいんだが。それにハッピーエンドになるとも限らないわ。王族の者か。高貴なる血こそ私にふさわしい。純真無垢な子っていうのもたまにはいいわね。お二人ともどうしたんです？戦いますよ。お前機械の体じゃないのにどうやって変身してるんだ。エステル、ボディーパーツを転送しているのかい？素早く着替えてるんです。練習しました。ピリューさん、あなたもまた罪を制するものなんですか？罪だと考えたこともない。任務が全て。任務、起きて。俺たちは縛られているのかもしれん。忍者の活躍は絶対に絵本にしないと。だとさ、影丸、はがくれ流の奥義を見せてやれよ。あがくしした手ごいの技、見せるわけにはいかぬ。はあ、さすがに戦いが続くとお腹が減るな。何か作ります？いちご、マシュマロ、生クリームに蜂蜜で。それはエリカ・トレビアンのレシピ。どうしてそれを？絵本の参考になりそうなので後ろで見てていいです？オッケー。僕の侍アクション見ててよね。じゃなくて援護してくれないと。キリュウさん、マジマさん、よろしくお願いしますね。私頑張ります。ほんまもんのお姫さんかいな。扱いに困るわ。いつも通りでいいさ、マジマの兄さん。自然に接すればいい。俺セクシー台風希望。ご希望なんです？わかりました。おお、年頃のお姫様がプリプリと。今度の絵本のテーマは親子の絆なんです。ふん、それは面白い。ああ、どういうことになるかよく見ておく。私嬉しいです。また二人と旅ができて。仕方ねえな。ギルドの仕事としてお姫様を守りますか。なら僕は騎士として二人を守るよ。こんにゃく、大根、卵にタコにちくわ、おでんパンのレシピいただきました。持ち帰りますね。とうとう別世界にも普及成功ですね。多少はあんな見た目だけど面倒見がいいんだ。はい、そしてクールです。なんだそりゃ、調子狂うぜ。ニョキニョキドクドクバレたかゲロゲロ。秘密の魔法っ子に変身じゃ。シャルリーアシュルクベイティットポン。やっぱり女の子の憧れです。気が済んだら戦いを始めるぞ二人とも。ルックス 5% 低下、エステル洗浄してください。あ、今度天然温泉がある旅館に行きましょう。あ、温泉って、この体、錆びたりしないよね。お客さん、結構凝ってますね。仕事大変ですね。締めてありながら、マッサージ師なのか。くっ、ミラクルエステティシャン、私だって負けません。